先輩、小規模宅地の特例でさ、商店街のような1階がお店で2階が住居って場合はどうすればいいの？店舗併用住宅だね。その人の状況にもよりけりだけど、条件を満たせば限度面積400平方メートルに対し 80% 減額が期待できそうだね。おお、こいつはすごいね。でも状況によって当てはまる場合とそうでない場合があるから難しいよ。ってことは具体的なイメージがあればでき、ああ、1階が賃貸物件、2階が事務所、3階が自宅って建物を私知ってる。今回は店舗併用住宅における小規模宅地の特例について解説するよ。真実はいつも一つ。先輩は名探偵コナン見たことある？あれでしょ？探偵の話だよね？見たことないな、この人。主人公のコナン君は彼女の家に居候しているんだけど、1階は喫茶店として人に貸していて、2階は父親が経営する探偵事務所、3階は住宝なんだよ。もしコナン君と蘭姉ちゃんが結婚することを考えると、この建物は相続した時どうなるのかなって思って。なるほどね。これはアプローチによっていろいろ適用ができそうだね。今から簡単に説明していく前に、他に前提条件は何かある？毛利小五郎の妻エリさんは別居状態、蘭姉ちゃんが相続したという条件でお願いします。あとアムロ君は誰のものでもないとします。エリさん、アムロ君、そこは名探偵コナン君を熟読することをおすすめします。まずは前提条件を簡単に説明していこう。毛利さんの家は1階2階3階によって利用用途が違うよね。それぞれ小規模宅地の特例に求めるとこの表になるよね。あれ？それぞれの階層によって面積の大きさと減額される割合が違う。その通り。だからこの時はそれぞれの区分に合わせて次の計算を行う必要があるよ。何これ？宅地の面積、総称面積。例えばこの建物が総面積600平方メートル、1階の面積が200平方メートルだとするね。この場合、宅地の面積かける3分の1が該当する部分になるんだよ。ほー、ってことはうまくやれば3階部分すべて適用されるってこと？そういうことになるね。ただし適用されるためには前提条件が必要だよ。どんな条件？簡単に言えば蘭姉ちゃんが相続するってことだね。もし遺言でエリさんが相続する場合は別居状態になっているでしょ？この状態ではそもそも要件を満たしてないんだ。だから小規模宅地等の特例を利用するには絶対に蘭さんが住むことが前提条件になるんだよ。そうか。もしエリさんが別居している家を売り払ってこっちに住んだ場合はどうなるの？探偵事務所に3年以内に住み始めた場合は難しいね。小規模宅地の特例の場合、長く住み続けることが重要なんだ。どうして？特例を受けるために今の家を自分の会社や子に売り払ってそのまま住み続けることを防止するためでもあるんだ。だからエリさんが3年以上住む必要がある。厳しいルールだね。逆に3年以内であっても、あれあれあれ、おじさんいけないことしてるよってコナン君に言われないようにするにはどうすればいいの？例えば毛利小五郎さんだけがこの建物に住んでいて、蘭さんがアパート暮らしとするね。この場合は日本国内持ったことのない親族が暮らすことになるから OK なんだ。一般的にこの状態を3年内家なき子とも呼ぶよ。家なき子、登場するなら家をくれってこと？それにもう一つ気をつけないといけないこともある。適用できる面積に限度があるんだ。全ての金額に適用されるわけではなくて指定された面積分のみ。だから適用要件の組み合わせによっては得することもあれば損することもあるんだ。そうか。理論上でもできても相続人の状況、指定された面積限度額によっては利用できなかったね。忘れるところだったよ。ちなみにコナン君が相続した場合はどうなるの？コナン君が蘭姉さんと結婚し、かつ毛利探偵事務所の事業も継承すればできそうだね。なるほど。名探偵コナンも結局のところ相続漫画。それは絶対違う。小規模宅地等の特例は一つの建物でもそれぞれの区分で計算することが可能です。まずは建物の面積とどのような制度を活用できそうかを検討しておくことをおすすめします。先輩のおかげで店舗併用住宅でも小規模宅地の特例が受けられることが分かってよかったよ。今回紹介したのはあくまで一例に過ぎないよ。
状況によっては別のアプローチをした方がいい場合もあるし、見極めが必要だね。建物の広さからどの特例がいいか逆算して計算する方法だってある。答えは様々だし、本当に複雑なんだよ。こればっかりは真実は一つとは言えないものなんだ。計算式でもややこやしいのに、どの小規模宅地の特例を使えばいいかわからない。ってことは、税理士のプロに相談した方が安心そうだね。ストラ先輩にゆるーく相続について聞いてみたは、相続専門チャンネルです。相続についてわからない、相続についてもっと知りたい方は、高評価、いいね、コメント欄に質問をお願いします。また、ストラ先輩の公式 LINE もあります。LINE に登録をすると、相続の最新情報やお得情報を取得できますよ。皆様からの質問をお待ちしております。チャンネル登録もよろしく、よろしく。